ました。東成区民権団体ダークマッチの本部からございました。ちょっとですね、始まったら申し訳ないんですけども、コロナウイルスの影響を見てですね、皆様に着用、マスクの着用、そして、今回も声援等は、控えていただくようにお願いいたします。選手の声援はね、手拍子、拍手等で表現していただくので、シングルマッチ、はい、ということで、一応この2人は、まあ、間接的とはいえ指定関係、そうですね、僕は学生プロレスをやっておりまして、はい、それで京都で学生プロレスをやっておりまして、大木選手は関東で、はいはい、学生プロレスをしていまして、で関東で2人が知り合って、はいはい、まあ、その関係で青木選手がこちらの試合に参加するようになったと、はい、まあ、そういうちょっと間柄ですね、2人で愛知県代理ということで、はい、で高速で飛ばして、そうですね、はい、3時から、はい、あと3時家を出して、そのコンパイがね、もう、気迫にあふれ返ってます。エンジンのフロート、そしてあの飛鳥選手は、この後も帽子あるという、はい、そうですね、今回ちょっとね、バーベキュー青木選手がちょっと人数の関係でね、試合から先に応援していたんですけども、飛鳥選手はですね、先輩らしく、5回パワーを見せたといいますか、じゃあ俺がやってやる。はい、急遽組まれたときに改善しないんですね。すげえ感じますよね、そういうところ。さあ、それが、はい、答えられるんだよ。そうですね、この最後から青木選手試合ずっと空回りといいますか、そうですね、なかなかね、何かについて伴わない、ちょっとそういうジレンマがね、わけなんですけども、これ、なんかすごいですね。状況なんです。そうですね。青木選手は怖いですからね。怖い。わかってわかって。パワー対決を続けられないぞ。さあ、しばらくその強烈なチョップの音を聞いて。ちょっとなんか時間差を置いて、黒くなって、力を入れて、痛いじゃないですか。ここはなかなか手厳しい様子ですね。そうですね。さあ、そして張り手ですね。しかし、さあ、これはこれはパン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 
ンケタボンケタ。6分1秒、6分1秒、勝者アスカのワールド。